ミスタイムさん、今回はダンベルのレビューをしていただきましてありがとうございました。私はですね、ダンベルを同じの持ってるんですけども、掴むときに手袋をすることが多いんですよ。グローブをしてこう上げ下げするんですよね。で、素手でも全然皮がむけたりはしないんですけども、そのぐらい回数やりませんのでね、まあ、私の手袋をするとちょっとこう清潔かなみたいな感じがしてね。まあもちろんダンベルなんて私一人しか使わないんで、別にね清潔も不潔もないんですけども、一応なんかこうなんですかね、そう、手入れですか。手入れっていうのは私やり方知らないんですけど、スプレーしたりとかするんですかね。除菌スプレーとか、それから汗が溜まったら拭くみたいなことするんですかね。で、今回そのあれですよね、ミスター M さんはクリップの説明もしてくれましたけども、私もねくるくるクリップです。こうやってスクリュータイプのやつでがっちり止めて安心してやると。クリップのやつもあるんで簡単なんですけども、いまいちちょっと不安ですよね。でもクリップの力を考えると抜けたりはしないと思うんですけども、私はだからバーベルの方にクリップつけてるかなってことですよね。ミスター M さんもバーベルもありますしね、それから赤いラバーですか、カバーの方もつけてらっしゃいますよね。私はカバーがね全部はついてないんですよ。まずはカバーなしのタイプを買って、その後でカバー付きのやつを買ったんで、ちょっと重りが多いんですけども、なんか重りもねその辺置いとくとなんか床がへこみそうなんで、こう分散しておいてるんですよね。まあ、いろいろと考えながらやっております。今回ねレビューしていただきましてありがとうございました。やっぱりなんかちょっとこう嬉しいですね。同じものを持ってる人がその愛着を込めてね商品紹介してくれると、私もね、これからますます筋肉ちょっとつけていきたいなと思います。ただハードにやるとしばらく続かなくなるんで、本当に中年用のシンプルなやつに留めておきますけどね。気合い入れてね20代の時みたいに追い込んだりとか、ちょっと私はもう精神的にもね肉体的にも衰えてきてるなと思いますんで、体の組織を壊さない程度に、筋肉崩壊させないように適度に破壊して、再調整っていうんですか、超回復をさせていこうかと思います。ミスター M さん、ありがとうございました。また動画の方を送ってください。